第11空軍はアメリカ空軍における航空軍の一つ。太平洋空軍参加の物体であり、アラスカ州エルメンドルフ空軍基地に司令部が所在する。司令官職は中将を持って当てるポストとされており、第11空軍司令官はアラスカ軍司令官を兼ねている。アラスカ州はアメリカ北方軍の担当区域であるが、アメリカ太平洋軍のサブコマンドである。 統合部隊アラスカ軍の部隊が展開している。第11空軍は部隊管理として太平洋空軍の指示を受け、通常は太平洋軍、アラスカ軍の作戦指揮を受ける。災害救援や合衆国家本土防衛、安全保障事案の際はアメリカ北方軍アラスカ統合任務部隊の作戦指揮を受け、文民機関と協力して対処に当たる。2008年現在、 二個航空団を機関戦力としており、状況に応じアラスカ空軍周辺の二個航空団の増援を受ける。アラスカに航空戦力の展開が開始されたのは1940年下半期のことであった。その後も1945年8月に日本が降伏するまで長距離爆撃機などを用いて、千島列島北部への偵察行動と空襲。 輸送船などへの感染攻撃を継続していく。冷戦期においては、ソ連本土に最も近い地勢であることから、防空及び早期警戒を主任務とし、爆撃機を運用する戦略航空軍団への支援も行っていた。最盛期には6個飛行隊に200機以上の戦闘機を用していた。冷戦の終結に伴い、ソ連との緊張関係も薄れ、兵力も縮小される。 その後も前方展開基地の縮小などが行われている。ありがとうございます。